浮世の塵の後だれもなし。勝海舟がこの歌を読んだ時は満月だったのでしょうか。本日は残念ながら月の姿はありませんが、月影が映っている専属駅を想像しながら聞き入ってしまいました。さて次は古典の邦楽作品を2曲続けてお聴きいただきます。1曲目は長唄星娘より、2曲目は尺八本曲鶴の巣ごもりです。長唄星娘は日本舞踊の演目としてもとても有名な作品の一つです。初演は195年前の文政9年、元は大杖から飛び出した娘が踊るという五変化舞踊の一つでしたが、その後さまざまな演出趣向がなされ、現在よく上演される藤娘は六代目尾上菊五郎が演出した娘姿で、藤の花の精になり衣装を何とか変えて娘の愛らしい姿を見せていくという華やかなものです。本日はその一部を抜粋して、それを笛とお囃子の演奏で藤娘の愛らしさ、美しくリズミカルな曲調をお楽しみいただきます。 Next we will have two classic pieces of traditional Japanese music. The first is 長唄藤娘より、and the second is a piece played on the shakuhachi called Tsuru no Tsugomori. Nagauta Fujimusume is also a very famous act in traditional Japanese dance. This evening it will be performed on the flute with an ohayashi accompaniment. You can enjoy its beautiful rhythmical tones and the lovable nature of the wisteria daughter who takes the central role. 2曲目は尺八の代表作品鶴の巣ごもりです。この作品は江戸時代から伝わる尺八本曲の一つです。本曲とは楽器本来の曲という意味を持ち、その楽器のために作られたことを指します。曲中には鶴の羽音、鳴き声など尺八の奏法技法が駆使されています。餌を得られる極寒の雪原で親鳥がヒナのために我が身の肉を与えて死んでいくという仏教説話をもとにされたと伝えられ、凄まじいまでの親子の情愛を描いている作品です。 The second piece is Tsuru no Tsugomori, one of the most famous pieces on the shakuhachi. It portrays the terrible tale of a crane feeding its chick its own flesh in order to keep it alive and then dying. The shakuhachi is used with great skill throughout the piece to create the crane's call and the sound of its wings. 長唄藤娘より、笛福原徹さん、福原百鷹さん、福原さとかさん、林福原百之助さん、当社清穂さん、望月多佐野さん、鶴の巣ごもり、尺八善陽寺圭介さん、なお善陽寺さんは先頃芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されました。 それでは2曲続けてお楽しみください。